様子見だ。霧のいいところで引け。無茶はするな。We'll be right back.
見事だ。周囲のエネルギーを吸収していた。はい、それによって自らの傷を癒しているように見えました。エネルギーをある程度吸収したら、さらに深い場所へと移動し、今回は確認できませんでしたが、エネルギーが枯渇するまで同じことを繰り返すのではないかというのが研究班の見立てです。私はあの場所と周囲の生態系を隣り合った土地同士の生態系に目を疑うほどの奴はエネルギーを吸収していた。口頭無形かもしれないが、奴はエネルギーをコントロールすることで居座った土地の生態系を自分の都合のいいように作り変えているのかもしれない。そんなことができるモンスターがこの世にいるのか。今のところ一体だけ。他者の生体エネルギーを吸収し、やつはゼノジーバの生体であると考えて間違いないな。最終的な目的は自身の保存と増殖。やつが作った生態系はやつだけが快適な世界だ。他のそんなモンスターが増えれば、それこそ世界が崩壊するぞ。彼は一旦姿を隠しましたが、同じ場所に戻ってくる可能性は高いと思われます。その時が正念場だな。それまでの間準備を怠るなよ。よし、今日のところは解散しよう。